現在の時刻は2020年9月7日夜の9時ですね。今私は南京トンルーにいます。これ南京トンルー、ここなんですけども、昔はこう車が走ってたんですけども、今はもう完全に歩行街になってます。最近まで工事をしてたんですけども、工事が終わったということでちょっと見に来ました。この反対側を見るとですね、人民広場の方に行くんですけども、ここは昔から歩行街があったんですけども、この Y ターンへ向けて行く場所ですね、ここも完全に歩行街ということだったので、今からですね、これで大丸百貨店があって、これ Y ターンの方に歩いていきたいと思います。後でですね、反対側の歩行街の方も見ていきます。まずこっちですね、これファーウェイのお店があります。これ確か昔フォーエバー21の店だったんですかね。かなり広いですね。かなりでかい店です、ファーウェイですね。でですね、ちょうど向こうにはアップルのお店がありますね。ではちょっと歩いていきたいと思います。もう完全に車通れない道になってるんで、まあゆったりと歩けますね。人は多いですけど、昔はこれ車が通っててですね、人が歩くのは本当端っこだけしか歩けなかったんですけども、今もう完全に歩行街になってます。この百貨店のこっちがなんか今イベントをやる会場みたいなの作ってるんですかね。ちょっと工事中ですね。これ百貨店のところシウウエムラとでかい看板出てますね。このシウウエムラって化粧品、今ロレアルの傘下のブランドになってますね。ああ、こういうベンチとかも置いてあるんですね。すごい綺麗な建物ですね、この大丸の。皆さんこう休憩してますね。今日の気温ちょっと見るの忘れたんですけども、かなり涼しいです。全然普通に歩くだけだったら今のとこは汗はかいてないですね。でもこれ本当ワイタンまで行くってすごいいい歩行街に変わりましたね。なんか昔はちょっと車も通ってたし、ちょっと汚い感じはあったんですけど、今すごいもう綺麗になってですね、本当観光地としてグレードアップしましたね。写真撮ったり動画撮ったり してる人がいます。ワイタンと看板も出てます。これ反対側見てみましょう。ここが向こうですね。一旦ちょっとハナンランルーですか、あの道を越えないといけないけども、まあすごいいい場所になりましたね。これ一応信号はあって、あれですね、警官の人が止まるようにとみんなに言ってます。そうですね、これ多分言わないとみんなそのまま行きそうですね。あんまりここ道っていう、あのなんか同じ色で石でやってるんで差がないので言って止めないとみんな止まらないですね多分。今青になったんで渡ります。こっちはまだなんか工事してますね。ジャンシー・ジョン・ルーとか、この辺のお店もでもだいぶ多分テナントが変わってますね。昔はなんかよくわからないお土産物屋とかあったんですけど、多分もうちょっとこういう気合の入った店とか大きい大手の会社が多分入ってるんでしょうね。こんだけ人通るとまあ売り上げるチャンスですからね。なんかあ、こういう飲み物の店いいですね。これは売れるでしょうね、みんなここで飲みながら歩いたりとか買って食べるっていうので。
や、ほらすごいビジネスチャンスでしょうね。とにかくでも人が多いですね、これ。あ、両方のビルも本当綺麗ですね。これ今日は痛いた、めちゃめちゃ人いるでしょうね。まあでもなんか従来ながらのお土産もここで売ってます。ここは家ですかね、南京東路1385。すごいよこれ。ここ住んでる人ってすごいですね。でもちょっとこれ人の流れが反対ですね。もう右側歩かないですごい歩きにくいですね。そこは和平飯店ですかね、あの橋が。本当この建物すごい古いですね。全体取れないんですけど、こんな感じですね。これは観光地として本当いいですね。一応これでも信号があるから警官の人がみんな整理しないとなかなかみんな守らないでしょうね。これいや本当完全に観光地ですね。これは人の流れと逆行くとすごい歩きにくいですね。もう向こうあれワイダの手があって、プートンのテレビ塔が見えてます。いやーこれすごい、でもいいところに生まれ変わりましたね。何を工事してるんかなと思ってたんですけど、いや本当良くなったと思います。まあ、このコロナがまだいつ終わるか分かんないですけど、終わって上海に旅行に来る方はですね、以前も南京東路来たことあるよっていう方も、もう一回この新しい南京東路ぜひ来てみてください。これはいいですね。なんかこの両方のビル自体がちょっとそんなになんて言うんですか、ちょっと昔っぽい感じにわざとやってるんですかね、これは雰囲気を。実際は新しいビルでしょうけど、すごい綺麗にライトアップされています。これ和平飯店ですね。私ここ泊まったことないですけど、ちょっと知り合いが泊まってて会いに来たことはあります。かなりなんかこうなんていうんですか、名門のホテルですよね。まあ、私上海に住んでるからホテル泊まることはないですからね。和平飯店のところで写真撮ってる人たちがいっぱいいます。こっちもこのビルもなんか古いのかな。1906って書いてますけど、なんとか会社って書いてますね。あ、タバコの会社ですかこれ。
欧米人の人もいますね。まあ、おそらく上海に住んでる人ですよね。今旅行に来れないですからね。いやこれはもう皆さん分かると思うんですけど、マスクしてる人も半分ぐらい、半分もマスクしてないですかね。もう完全にこうコロナが終わったって感じですよね。まあ、確かに上海でコロナが発生したっていう話は全然聞かないですね。まあ嘘ついてるわけじゃなくて本当にないんだと思います。あれば SNS でウェイボーとかですぐ話回りますから、ね、この先が湧いたんですね。これただここ直接は行けなくて、ちょっと左右に分かれて横断歩道を渡らないといけないですね。まあ、私最近このワイタンの夜景何回も来てますね。まあ、ちょっとこの方向が来たんでせっかくなんでちょっと見ていきます。でこの後ですね、また向こうの昔の方向街ですね、あの人民広場まで行く、あのそこはまた撮ってみたいと思います。おそらくちょっと動画2本に分けますね。この最初のダイジェスト版とあとフル版と分けますので、まあ時間のない方はこのダイジェストさん見ていただいて、時間ある方はそのフルバージョンもまた後で公開しますので見てください。これすごい人ですね。これ一斉にみんな渡っていきます。向こうがあれ方向外ですね、歩いてきたところですね。それではちょっとあの川の方まで行ってみましょうか。なんかネットの環境が良かったらですね、これライブ配信やりたいんですけど多分無理ですね。最近すごい繋がり悪いんで。これはちょっとここの階段のとこなんか暗いですね。ちょっと明るくしたらいいと思うんですけどね、これ危ないから。なんかちょっと今日私疲れてるんで来ようかどうしようか迷ったんですけど、まあ、なんかこんだけ人いるとなんか元気出てきますね。ピント合ってるかな。ちょっとここ人のピークですね。あれあれ、なんか電気消えましたね。もう一回つくかな。もう一回点灯しましたね。まあさすがに今電気消すことないでしょうね、こんだけ人が見に来てるの。
ここわざと暗くしてるんですかね、向こうの光が綺麗に見えるように。なんかでも綺麗に見えてますかね、なんか私の画面ではちょっとピントがずれてるように見えるんですけど、暗いからかな。あっちのビルも結構光ついてますね。あ、ただあのビルはプートンじゃなくてプーシーの方ですね。こうカーが曲がってるからこうカーの向こうにあるように見えるんですけど、実際は同じ方にありますね。とにかくちょっと人が多いっす。なんかでもあのテレビと若干もうちょっと明るくしたらいいのになと思った。なんか暗いっす。こんな感じですね。じゃあ一旦ここでですね、南京東路方向外のショートバージョンはここで一旦終わりたいと思います。あのこの続きまた別の日にフルバージョンでアップしますので、私この後ですねもう一回あの方向外戻って人民広場の方へ歩いていきたいと思います。じゃあ一旦今日はここで終わります。シェシェ、ザイジャー、ザイジャー。